山県チューブはい、えー、始まりました山県チューブ今日はいよいよ、えー、グレート旗揚げ戦でございまーす本当、えー、にええなのかわ、えー、かりませんけど、えー、今日放送はねないみたいなんで、えー、来週サムライ TV で来週の木曜日二十 2知ですね。22日の木曜日の10時から放送するみたいなので、サムライ TV ね、ご加入の方はですね、ぜひそれをですね、えー、見ていただきながら、えー、私それを見ながらですね、えー、山県チューブの方で実況解説ライブをメンバーズ限定で、えー、10時から、夜の10時からですね、えー、初の、えー 試みですけど、10時、ちょっと遅い、いつもより遅いね、感じなんですけど、えー、やりたいなと思っております。えー、ぜひね、ご参加できる方はご参加してみてください。はい。ということでですね、えー、今日せっかく、えー、グレートやるんでね、見に行く人もいるんでしょうが、私があの、注目しているね、 えー、カードをね、ちょっとお話ししたいなと。やっぱりですね、えー、UWF ルール。これはやっぱりあの、私はですね、あのー、いろいろこうミックスなね、えー、感じなんですけど、UWF ルールに注目したいなということで、えー、私はこの、えー、中でもですね、やっぱり、えーえー、大、 これは第2試合のまずダブルバウトですねやっぱりこうダブルバウトっていうんですねユインター時代ダブルバウトって言ってましたからねさすが田村さんですねダブルバウトっていうんですねうちもあの北海道で UWF っぽいね大会をやってますけど、えー、試合をねやってますけどその、えー、こういうルールがあるんですよね。 タックマッチのルールをこうダブルバウトとね呼んでやっておりますがやっぱりねそういう感じなんだろうなとタックマッチと言わないところが田村さんらしいなという感じですねでここで、えー、注目なのは、えー、田村さんのね弟子の大久保選手と、えー、新しくそのノアからね えー、グレイト所属になった、えー、若手の伊藤選手で VS、えーえー、船木さんと田中稔選手の、ね、タッグということでねこれダブルバウトですけど UWF の U インターの時はあのカットプレーが、ね、ないので、えー、一人一人が、えー、タッチするまで、えー、堂々とシングルマッチをするような感じなんですよね。 なので、えー、通常のプロレースのカットプレーの目まぐるしさみたいなのはないですはいでそこその辺がどういうふうに皆さんにいろんな、えー、ファンがごったんにで集まっている後楽園の空間の中でどんなふうに映るのか、えー、そこに注目したいなと思っておりますで第3試合これシングル マッチで、えー、純粋 UWF ルールなんでしょうが、えー、上司がね、やるということで、まあ、シュリ里選手はね、あの、一度私も戦ったことを、カナプロで戦ったことあります。池田大介首里組対、えー、私とカナ、えー、今、あの、WWE で大活躍してるアスカですね。えー、カナちゃんと組んで、えー、なんとですね、50分の、えー、 ダブルバウト、タックマッチこれは、まあ、プロレスルールですからカットプレーありのねタックマッチの試合をやったことがありますすごい根性が、ね、ある選手で彼女はあのハッスルの、ね、頃から、えー、どんどん出てきた選手で、えー、今 USC なんかでもね試合ができる、えーね、そのガチンコもプロレスも、えー、何でもできると、えー、で UWF の,のルールに <laughs> 今回挑戦するということでね、ここも私は注目しております、やっぱりここですね、一番はね、ここをすごく注目してるかなと、女子の UWF っていうのはどんな風になるのかっていうね、そこを見たいですね、その相手のこの優選手、ちょっとこう、若い感じの選手なんですけど、ちょっとよくわからないんですけど、ここに注目したいなと思っております。 そしてメインイベントメインイベンンベトなんですかね、これ、メイン、その次の試合、えー、第4試合あ、セミですね、これね。セミ、えー、なんかメインと書いてるけどね、セミなんですね。<laughs> シングルマッチ、えー、渡辺相馬選手対拳王選手ですね。この拳王選手っていうのはあのー、田村さんに真剣勝負。 やってくれということで、えー、ノアの、ね、時に挑戦してた選手ですよね。 でまあ、金髪でね、なんか若々かしい頃の私を放うさせる感じですけど、えーまあ、そういう選手とで相馬選手というのはこのまたノアから、ね、グレートに移籍した所属選手第1号のさっきの、えー、伊藤選手同様第1号の選手で、えー、ここシングルマッチっていうのが面白いですよね、これ、あのー、どうなんでしょう。 あのー、これは u w ルールって書いてないんであれなんですけどこれがあこの若い渡辺颯真っていうね選手がどういう試合するのかはちょっと見てみたいかなと思いますね。はい、でこんなもんかな。あ,のー、あとは上は上ね、あのー まあ、あの出てる選手はね、あのー、すごい選手ばっかりなんだけど、まあ、プロレスルールなんで、まあまあ、それはそれで、えーまあ、あのプロレスとして、えーまあ、楽しめればなと思ってます、ただ私としてやっぱり、UWF のね、端くれとしては、やっぱり UWF ルールをやっぱりじっくり、えー、<laughs> 見てみたいなと。うん 田村さんがプロデュースする UWF というのがここに、えー、現れているのか、えー、そうでないのか、えー、それは何なのか、えー、いろんな、えー、確認をして、えー、検証してみたいと思っております。はい。ということでね、えー、皆さんも、えー、来週今日ですけどねでも放送は来週なんで 来週私のチューブで、私の、私も初めて見ますんでね、実況、解説、ライブをしたいと思います。一回見た人もね、あの、楽しんでもらえたらなと思います。で、侍入ってない人は、まあ、山県チューブだけね、楽しんでもらうような形を取っていただければと思います。はい。えー、ちょっと忘れてたんですけど、昨日あの、10月14日、 なんと私が、えー、デビュー26周年、えー、今から26年前の対、えー、桜庭和志戦大阪城ホールで、えー、94年デビューした、えー、記念すべき日だったことをすっかり忘れておりました <laughs>。ということでね、あのー、まあ、そんなあ私のデビュー、 26周年、えー、から一夜明け、えー、今日、えー、グレートが、えー、産声を上げます皆さんご注目くださいはい、えー、あとですねこれあのこの間からマスクをですね発売したんですけど何種類かこうこれうち僕のロゴのヤマケンロゴのマスクなんですけど 非常にあのおかげさまで皆さんのおかげで売れております、えー、ありがとうございますで今これねあの買っていただいた人にはですねあの缶バッジね、えー、つけてますんでねちょっとど,こどっか行っちゃったけど缶バッジもねあのヤマケンチューブの缶バッジも一緒につけてお送りしてますんではいでこれあの洗う時ですね手洗いであの洗ってくださいね あんまりこうゴシ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 やりすぎるとですねあの注意書きあの袋に書いてますけどあのこういうプリントがですねもしかしたら剥がれてしまう場合もあるんであの優しく洗ってもらってでギュッギュッギュッってやってあのこうやって乾かしてるともう本当すぐ乾くんでこれあのすぐあの乾く素材でできてますんでねあの非常に、えー、いいと思います。はい、ということで。 あのはい、来週ヤマケンチューブ、えー、実況解説ライブグレート旗揚げ戦で、えー、お会いしましょう、えー、皆さんご準備の方よろしくお願いいたします高評価、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします今回はねすいませんメンバーズ限定になりますんでねもし、えー、見たい方はあのー メンバー登録の方ね YouTube チャンネルを見るとメンバーになるっていうリンクがあると思うんでそちらの方からメンバー登録を、えー、押して、えー、ご覧いただければと思いますはいということで、えー、本日の動画は以上になりますではまた次回の動画、えー、またはライブでお会いしましょうさようなら Foi, foi, foi!